私たちメディアフロンティアの会社は、スマート印刷館という商標登録を申請して、その申請が通りました。スマート印刷館っていうのは、印刷会社が中心となっておるわけですけど、スマートという字がついてます。これは、例えばパナソニックがスマート家電という商標登録を取ってますが、今から家に帰るからお風呂の付けてちょうだいとかね、 ご飯ん炊いてちょうだい、今日は夜遅くなるからあ、電気をつけて、9時になったら電気つけてちょうだい、こんなのを、えー、スマート家電と言いますね、要するに IoT、えー、商品に、えー、スマホがつながったということですね、ですから、会社案内だとか名刺だとか、パンフレット、DM、看板広告、いろんなものに、えー、QR コードをつけて、 そこから入り口それを入り口にしてソーシャルメディアに YouTube だとかランニングページだとか通販サイトだとかセミナーの申し込みだとかアンケート調査だとかすることをできるのをスマート印刷館と言います。ぜひ皆さんののちにに私たちは一つの市町村に 1軒ずつぐらい全国にスマート印刷館を広めようと今皆様と活動しております。